マウイ神輿デザインコンテストは、マウイ島の高校生に日本文化と触れ合う機会を提供することを目的にスタートした教育プログラムです。今年で13回目となるコンテストのグランプリは、昔と未来をつなぐ架け橋をデザインコンセプトに掲げたボールドウィン高校日本語クラブの神輿に決定。オアフ島に招待された生徒たちは、神輿の除幕式やグランドパレードに参加し、元気な掛け声とともに笑顔でワイキキを練り歩きました。